かったら。てる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 。ここにいたんかい。てる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 。てる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 。どうもこんにちは。たまにはこうして、今日ご飯何ですか？キョパ。これね、ガーリックトーストにしようかなと思っておるよん。今日はポトフもあります。ちょっと溶けすぎました。ラパセ、わかりたくはない。これは全部すべて終わりそうな時にスターティーンするからね。で、今日のメインディッシュはですね、こちら、豚ロース使います。なんでか知ってる？我が家に通にこちらが来ました。パッパカパッパッパーンパンパンパン。コーソリちゃん、コーソリさんのターボブレイズ6リットルノンフライヤーでございます。パッパカパッパカパン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 。嬉しい、電化製品が大好きな私、嬉しい。もう今レシピブックとかもさ入ってたからさ、もうマジで楽しい。もうずっと見ちゃうよね。じゃあこんなの作れたりするんだよ。朝からこんなん出てきてみや、嬉しいでしょ。これを作りたかったのよ今日。ベン、ローズマリーとマスタードのローストポーク、これを今日は作りたくて豚ロースを買ってきました。楽しみ。これね、こそりさんからね新発売されたやつなんだけど、 DC モーターとこうダウンファン速度で調理も早いし、ひっくり返さなくてもいいし、ムラもできずに美味しくできるんだって。まずスイッチがここじゃん。あ、でこうやってこのファンスピード、さっき言ってたこの5段ファンスピードっていうのが これだね。5段階あって、で今温度もこうやって変えれたりとかして、で時間もこういう風に自分の好きなお好みのやつもできるけど、クイックモードみたいなのもあると。ノンフライはこちら、ロースだったらこれみたいな、でグリルだったらこれ押すとか。冷凍食品だってすごいね。やっぱりなんかノンフライだから、ノンフライだけのあれなのかと思ったら、ドライとかさ、ベイク、発酵までできるんだよ。あの、私いいなと思ってるのはこの再加熱っていうのは、お惣菜のさフライってどうしてもべちゃべちゃになりがちじゃん。再加熱にすることによって、あの油を落としつつカリカリとサクサクと食べれるっていうのがすごく魅力的なの。で、あとさ、6リットルってこともあって容量がマジででかい。で、塊肉全然入るからね。お弁当とかでもあの丸いさポテトとかあるじゃない、あれを油で揚げるとお弁当食べる頃にはベチャっとしちゃってるし、どうしたもんかなと考えてたんだけど、これいいなと思います、とっても。あとワンちゃんいるから、ちょっと手作りのジャーキーを作ってあげるのがめちゃくちゃ楽しみ、このドライ機能で。でさ、このさ発酵っていうところもあるじゃん。発酵ってところだとヨーグルト、自家製ヨーグルトとか、あと自家製味噌とか塩麹とか、そういうのまでできちゃう。いや、これほんとすっごい多機能なの。パンだって作れちゃうんだよ。だってケーキとかも作れる。この本体と一緒にこのレシピブックっていうのがついてくるんだけど、このくらいの一冊、このくらいの量のレシピが載ってるんだけど、 WeSync っていうアプリに登録すれば合計で127以上のレシピが見れるんだって。すごいよね。だからさ、料理の幅が広がる、めちゃくちゃ広がるじゃん。で、うちはさ、このオーブンとか炊飯器とかそういうものと一緒に調理ができるってことはマジで時短につながると思うの。
それが超楽しみ。ワクワクするぜ。はい、というわけでね、早速今日ワームのこの豚塊を買ってきたので、ローズマリーとマスタードのローストポーク作ってみたいと思います。まずはオイルを振って塩コショウで味付けする。塩コショウ、いやいや待って、バッドボーイズのウィル・スミスのやつやんない。最近見たからって。最近見てるから。いや新しくて、今度出るじゃん。斜めだよ必ず。これを入れて、余熱、190度に設定、190度に設定しスタートを押す。お、ドライフルーツとかね、楽しいでしょ。さあミートボールの煮込みとかもやれちゃうわけ。マッシュルームのチーズ詰め、かっちょいいだろう。なんかブルスケッタ、なんじゃこれ、かっこよすぎる。グラノーラができる。オートミール、アーモンド、ココナッツフレーク、かぼちゃの種、オリーブオイル、蜂蜜、ココナッツオイル、アラジオ、シナモンパウダー、カルダモンパウダー、全部ある。なにこれ、すごいわ。カキ、カキのエスカルートバター風、やばいじゃん。余熱が終わりました。今エンド出ました。余熱が出たので、これをこれに、ちょうどぴったり入る。ね、結構楽楽。これ横にしたら2個入るからね。でこれを入れます。ノンフライを設定して、温度を190度、そして時間を20分に設定してスタートで調理します。であとはもうソースを作るの。はいい匂い。うち家庭菜園を始めたんですよ。あら、屋上で、うん、ちょっと屋上に大葉とハーブ畑作ろうよ、うん、作ろうかなと思っちゃってる。レントちょっとミント取ってきてとか言って練習しとく。やっとこう。レント、今日ちょっとローズマリーとミントが必要なの。ちょっと取ってきてくださらない？はい、お願いね。パクチーもいるの。レモングラス。かっこいい。必要よ。レモングラスはかっこよすぎる。ローズマリーのみじん切りが完成された。ちょっと開けてみたいと思います。開けてみます。あ、マジかよ。見てこれ、ジャビジャビに油落ちてる。うお、すごいねこれ。余分な油な、そうで、さっきもさ言ったけどさ、これひっくり返さなくてもいいっていうのがすごくない？いきます。じゃん、わー、すごい。いや、すごいと思う。で、今これね、これを塗ります。ソースを塗ります。これさ、すごいね。裏側とかもさ、すごい綺麗に焼けてるけどさ、やっぱまんべんなく、ムラなく焼けるって本当だね、すごいね、これね。この間とかも焼けてるじゃん。もう一度ここに入れて、ノンフライ、そして190の
15分で、スタート。ダリーン、ダリダリーン、開けます。ババーン、タタタタ。おお、かっこいい。すっごい油出てる。取り出して10分ぐらい、ちょっとそーっとしたかな。次はね、付け合わせのポテトをやろうと思います。あとすごい、これバスケット大きいからさ、付け合わせのブロッコリーも一緒にやっていきたいと思います。これね、開けないから 95% カロリーカットしてくれるんだって。でも今さ、女子たちが結構さ、夏に向けて水行きたいからとか言っちゃってんのよ。だから本当に救世主かもしれない。しかもなんと食洗機対応、やばいよね。じゃあ行きます。これも同時調理ができるから本当に時間の短縮になるし、あとさ、これタッチパネルでピンピンピンってやってスタート押すだけじゃん。だからもう他の調理ができるわけよ。片付けしながらとかさ、他の調理をしながらとかできるから、本当に時間を有効に使えて私にぴったりだなと思った。じゃあちょっとお肉切ってみたいと思います。いきます。すごい、うわー、美味しそうだね。食べたい。これね、フライヤーに入れてただけ。何もしないの？何もしない。途中でソース塗ったりはしたけど、簡単じゃん。ひっくり返したりとかしてないんだよ。それなのにちゃんと火が通っている。すごいよね。すごく柔らかい。めちゃくちゃ最高におしゃれな料理だわ。はい、じゃあポテト終わったみたいなので、ちょっと見ます。はい、わあ、すごい。ブロッコリーはね、先に出しました。え、揚げてない。すごい。この冷凍ポテトでさ、油ってめちゃくちゃ吸うじゃん、うん、それがないってことはだいぶカロリーカットがすごいんじゃない。やっぱさ、油ってさね、一つのやつでさ全部なくなっちゃうのもったいないじゃん、うん、今油高いんだよ、めっちゃ今。どうぞ。すごい。え、揚げてないでしょ。揚げてないよ、本当に。すごいね。やっぱりさ、後味もちょっとさっぱりしてる。うん、確かに油のギザって感じしないね、うん、油のなんか変なじわっていう、油の味っていうのあんじゃん。ない。すごい、うん、じゃがいもの甘さね、美味しい。さ、というわけで完成です。ローズマリーとマスタードのローストポーク。今日ポトフなんだけどさ、もう具沢山にしたから、お野菜をもりもり食べるっていうイメージで。デインデインデイン。わあ、うまそう。じゃあ
ください。いただきます。いただきます。わー、美味しそうだね。美味しそうだね。このさ、うん、ブロッコリーの冷凍のブロッコリーをさそのまま掘り込んだだけだよ。すごいね。うん、すごい音する。おいしい。やばい、美味しそう。美味しい？めちゃくちゃ美味しい。こんな簡単だったらさ、朝からやれちゃうよ。うん、うまっ。うん、こんなおしゃれな味付け初めてなんだけど。確かに。だけど、めっちゃ簡単だった。だって掘り込んでるだけだもん。このお肉を入れながら他の作業ができるわけよ。片付けしたりだとか、うん、他のものを作ったりとか用意ができるから結果超時短。任せられるってことね。うん。お肉って普通焼くときに全方向から焼けないじゃん普通。フライパンにしてもさ、ひっくり返したりとかしなきゃいけないじゃん。うん。ひっくり返さなくていいわけよ。へえ。すごくない？自動で全部やってくれんの？自動でひっくり返してくれるわけじゃなくて、うん、熱が全方向から来るからムラがなく焼き上がるってことらしいよ。すごいね。あれマジで感動してる。忙しい人に使ってほしいよね。うん、ノエルとか喜ぶと思う。言っていいよ。母の味なに？ローズマリーのローストポーク。何それって言われそう。うん、ブロッコリー美味しい。うん、ノンフライヤーってもうさ、このポテトとかさ揚げ物を揚げないだけだと思ってたんだけど、うん、発酵もできるし、うん、すごいドライもできる。ドライっていうのは例えばビーフジャーキーとか、うん、ドライフルーツとかもできるし、パンとかケーキとかも焼けるんだって。ジョレントのお菓子作りも、うん、もう使えるっちゃ使えるよね。すごいね。 WeSync っていうねアプリを登録すれば、うん、127以上のレシピが見れるわけよ。ああ、これ、うん、ノンフライヤーを使ったレシピを。そう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 。だからママは早速登録して、うん、で機器を登録もできるわけよ。ああ、連携みたいな。Bluetooth でリンクができるから、それでね、いろいろとこの機械ならこういうレシピがあるんだよみたいなのを教えてくれるわけよ。すごいね。アプリとも連動して。私の大好きな家電、もう大好き、使いこなしたい。だからこれからいろいろとちょっといろんなレシピを、こんなだっておしゃれなやつすごい手間暇ね、かけずにこんなに素敵な料理ができるんだったら使わないではないわさ。お惣菜のさ、もう上がってるやつあるじゃん、うん、うん、あれって普通に温めるとびちゃびちゃになるのよ。このなんかあのお惣菜を温めるやつをやると、うん、そのお惣菜が持ってる油も落としてくれながらサクサクに温めてくれるから、でヘルシーにもなるし、サクサクにも戻りもする。そう、食感も戻るし最高だよ。すごいね。素晴らしい。はい、というわけで今回ご紹介させていただいたコソリターボブレイズ6リットルノンフライヤーなんですが、本当にこれ最高でした。いやー、揚げ物ってさ、油用意したりさ、あと片付けも大変だし、もういろいろ大変じゃん。子供のさ、おやつでフライドポテトとかね揚げたりとかしてたんだけど、これで揚げればさ、ローカロリーだし、あとめちゃくちゃ楽ちんじゃん。あと片付けもないし、汚れないし、今日疲れたからちょっとお惣菜にしようっていう時に、でもちょっとやっぱ揚げ物とかって罪悪感があるわけよ、カロリーとかでね。だけどあれでやればさ、カリカリでより美味しく食べれるし、油のカットもしてくれてローカロリーになるしっていうので、本当に罪悪感なく食べられる、食べさせられるっていうのがすごいおすすめだなと思った。はい、というわけで本当におすすめですので、気になった方は概要欄の方に詳細載せておきますので
チェックしてみてください。それでは皆さん、またねー。